速報冨安フル出場のアーセナル、今季初の首位浮上きたー。現地時間11月25日にアーセナルは敵地でブレントフォードと対戦した。冨安は右サイドバックで先発した。試合は終盤、途中出場のカイ・ハバーツが決勝点を挙げ、ガナーズが1レート勝利。冨安はフル出場で、無失点勝利に貢献している。GOAL グローバル版で冨安は7と高評価で、いつものように堅実だった。ホワイトほどオーバーラップの脅威はなかったが、それでも可能な限り前へ出たと記された。地元メディアフットボールロンドンでも冨安はチームトップタイの7と高評価に。寸評では右サイドバックとして、またしても堅実なプレーを見せた。ブレントフォードは彼のサイドバックを嗅ぎつけることはできず、彼のオーバーラップが盛んにスペースを作ることもあったと評価された。90人でも7と高評価になり、試合の大半でブレントフォードの左サイドを難なく封鎖したと記されている。シュイッター勝った首位だー。これはアーセナルさん優勝なのでは。トミーフル出場偉いぞ。今年は首位が入れ替わっておもろいな。アルテタウッキウキで草。いよいよアーセナルしてリバプールに優勝争いも絞られてきたかな。左にトミーが来てシュート打った時ディフェンスがアタフタしたな。その後ゴール実質トミーだな。プレミアでフル出場のトミヤスはすごい。どこかでホワイトと変わるかもとは思っていたけど、トミヤス普通にフルで出てたのな。ほんと怪我だけは気をつけてくれよ。ハバーツはやはり優勝へのラストピースか。しかし毎回ギリギリの戦いなのによく勝ててるなと思う。やっぱトミーホランドきついな。